こんちこわ。なんか最近近いな。こんちこわ。究極の煮物シリーズー。エテコカレー。え、じゃあ、エテカレー。北海道。北海道はでっかいど。和歌山中央市場。中央市場のあるところ。で、私の小学校の校歌ですね。我らはここに、ってね、中央市場のね、こういう、岸和田ちゃいまして、大阪に中央市場本庄ってありましてね、福島区に、そこの小学校出身でね、校歌に中央市場が出てくるっていうね、なんだかな。日本中の物産と、京阪神の台所、結ぶ川口の田の里、中央市場のあるところ、みたいな。これが効果です。はい。で、今日はこのエテカレーいきます。あ、言われます。はい。クリス君。口の中、トリス君。究極の贅沢。煮物。魚の煮物。究極の贅沢シリーズ。これね、こうでっか、これ。こうやね、これ。これ、こうや。なんか、これをまさか食べられへんとか言えへんやろね。これ食べられへん。え？いや、逆に食べて腹痛とかおかさんやろね。怖いな。魚はね、洗う、水で洗うとね、死ぬんですよ、菌がね。はい。調理師免許を持ってますんでね。調理したことない、調理師免許。あと、ほんでからね、水や。水。このね、毎回言うて申し訳ないですけど、たまにこんな煮物シリーズもやってると思うんですけど、その動画を上げる前にまたこれ作っとるんでね、皆さんの、ご指導をね、なんか無視してるみたいに見えるかもしれないですけど、ただ単に見てへんだけなんですよ。見てないよりかまだ動画をアップしてへんだけなんですよ。だから、そこは、しまった、なんぼ入れたんか分からないと思った。測ってないし、今日。なんでこんな雑やねん、今日。しもた。あ、雑にやってるいう話をしたかったから雑にしなってるんや。西成にね、鼻毛のおばちゃんがいとるんですよ。ジョーブログのね、ジョー君とかね、西成の金ちゃんとかと一緒に出てはる人なんですけど、その鼻毛のおばちゃんは、自分の YouTube やないけど、なんかそんなのもやってはってね。で、そこでね、なんちゅうの、なんか、簡単に作れる料理シリーズみたいにやってはってね。ほんで、それがほんまに適当にやってはりますね。あ、こんなん適当でね、適当でいいね。こう魚の煮物ちゃいますで、ね、なんか、なんとか丼とかね、なんとか、いろんな料理、なんちゅうの、そういう煮物、魚の煮物やないいろんな料理やってたんですけど、ほんま適当なんですよ。こんな適当でええんや、思ってね。で、そこで一個発見したんがね、この前豚丼を作ってはってね、このみりんの入れる量がすごかったんですよ。ほんなみりんの、私は中毒好きやから、みりん、ダクダクもうほんまにめちゃくちゃ入れとったんですよ、みりん。だから、みりんってそんな入れるもんなんやねえ、思ってね。やねえって思ってね。いつもみりんなんかちょろちょろしてやったやつやん。あんだけみりん入れるんやねん。ねえ。もう最近、もうろれつも回りまへんねん。ほんまに。中央市場のあるところ、
これ料理師ね。料理師ももうおまへんわ。行ってまおうか。全部行ってまおう。はい。で、これで完成でしょ。めんつゆ入れたでしょ。みりん多め。今日はみりん多めにチャレンジ。で、お酒入れたでしょ。これでいいでしょ。知らんけど。この適当でどんだけいけるかや。で、全然そんな豚丼とね、魚と全然ちゃいますけどね、そのおばちゃんがね、作ってる時にね、みりんドアー入れとんやけど、横で見ているいうか、そのディレクターみたいな人がね、砂糖入れへんの、砂糖入れへんのばっかり言うとんですよ。あ、砂糖な、砂糖入れなあかんな言いながら、結局砂糖入れへんかったんですよ。だからその辺もほんま適当なんです。だから気分で砂糖入れたり入れへんかったり多分するんちゃうかな、知らんけど。で、砂糖入れようかな、ほんで砂糖入れようかな。甘い方が絶対うまいもんね。せっかく秀才糖があるから、いや、天才糖や。秀才糖、ちょっと汁気が少ないかな。はい、じゃあ、バイナラ、バイナラ。はい、まただ。こんなん出ました。あ、走らない、走らない。おーい、橋さーん、あった橋さんおった、橋さん、橋さんもう橋さんも62歳やっちゅう。ねえ、高いな。はい、こんなん出ました。はい、味に保証なし。一回だけね、ちょっと何だしっちゅうの、お汁っちゅうの、味見して、それはグーでしたわ。はい、ちょっと薄いかないう感じなんですけど、はい、呼ばれます。こうばっかりですね、超うまそうなんですけど、身がないよ、逆にこうばっかりや。呼ばれます。いただきます。うますぎ、普通にお店の味。普通にお店の味やわ。超うまい。っていうか、この箸でつままれへん。スプーン欲しい。スプーンで食べたら頭おかしなるって言われたけど、うん、これもうまい。こんなんお袋の味や、お袋の味ですわ。超うまい。うちお袋よ、こんな交代とったもんね。お袋の味やん。何？乗り移ってきた？降臨、降臨って言えんない。なんちゅうの？降りてきた。
超うまいんですけど。マジうまい。はい、スプーン取ってきました。スプーン一杯の幸せ。もう鎖骨に涙が溜まって仕方がないですみたいな。はい、よろしい。うまい。これで適いかに適当に適当に入れたらええかいうのがほんま実証されたね。いやこれ完璧にやったらもっと美味しいかもしれんけどね、これ十分ですよ、十二分ですよ。みりんを多くするのがいいんかな、あのおばちゃんみたい、花毛のおばちゃん通りに。うまい、奇跡的にうまいわ、これは奇跡や。この前の八宝菜の失敗作とえらい違い、あれまだ冷蔵庫に入ってまんねん、あれも早く食べてまんたかも。っていうか、こんな美味しいお魚を安価で提供してくれるスーパーマンダイさんに感謝やね。ありがとうございます。マンダイ百貨店。うまっ。ご飯食べてない。もうご飯食べんとこ。マジうまいわ。今あるみりん多分3、4年ぐらい使ってたやつだからね、多分知らんけど、今度もこのでかいでかいの買うてきますわ。もうまだあるんですけどね、先がなくなったんか、料理室がなくなったんやね。料理室とみりんの原理誰か教えてくれはってんね、あれもう一回知りたいわ。要は元は酒やねん言うて、料理室は酒に何かをプラスで、みりんは酒に何かをプラスで、なんか教えてくれはったんやけどね、忘れてもた。そのもう理屈っぽくいうか理屈が知りたくてね、もうおじいちゃんになってきたら。はい、ごちそうさまでした。おいしすぎました。極うますぎました。煮魚最強です。はい、ということで、前ね、よか昨日か、この前か、昨日か、なんか、かまいたちがね、なんか昭和の道のコーナーで話させてもらいましたよ。で、今のパソコンはね、ようできとってね、こう、思ったことも察してくれるいうんかな。
あ、何こいつ昭和に興味あるんかみたいなのさして、こ検索せんでもさ、頭で考えたらね、あの検索したらもう今時ちゃんとしますやんけど、頭で思ってこうやって喋っただけでも察してくるようんですよ、今のパソコンはね、賢いからね知らんけど、ほんならね、あのあれですね、あのいやそんなほんま思いません、スマホでもなんか別にスマホなんかでこう誰かと会話して、それがもうなんかスマホに反映されてる広告とかね、なんかそういうの反映されてるとか思いません、これほんまにあるんですよ。でね、あのほんでほんならね、あのパソコンでね、そんなに昭和80年代のうんぬんかんぬんがえらわいてきよってね、でそのまあ1980年代のどうのこうのみたいな風景がどうのこうのみたいなんでね、流れとってね、なこうやって昔よ、今もおるんかな、こうプラカードみたいな持ったおっさんいてますやん、なんかサンドイッチマンじゃないないんかなんか知らんけど、このプラカード持ったおっさん、そこに覗きって書いて、覗きって書いた看板持ってるおっさんがやたらおってね、あーせいせいせいあったー思って、覗き1980年代こと私が20代ですやん、覗きあったー思ってね、今をもうないんすかね、この私はね、こうリアルのこんな覗きはね行ったことないんですけど、多分そういうお店は結構あったんですよ、こうやって覗く店。ほんでちょっと何あれやな、下水ね、話が下水ねほんまにね、もうそういうあれがあったいうね、はい、っていうことですわ、はい。もう今なんか性犯罪いうか、なんかお前それなんかどっか風俗行ってこいやいうやつの犯罪多すぎですやん。だからもう、まあ、金がないんか、金がないんかそうでしょうけどね、そういうなんか遊びが少なくなったんか、もう金がないからやろね。なんかその、普通の、なんかもうね、ほんまに思いますわ。そういう、なんちゅうんかな。うん、知りませんけど、はい。ということで。はい、失礼します。また煮物、またやりたい、また万代さん、よろしくお願いします。はい。ということで、いつもすみません。失礼します。今日の締めは、もうええっちゅう。はい。失礼します。いつもすみません。大きにはばかりさん、以上総代。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、あのチャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。